真ん中に公園の光でアピールしてくる。だって小屋の光、あ、でもそんな人集まってないじゃん。あー、よ、一人集まってよ。釣れたね、一人。一人だ、二人目。一人目じゃん。あんたいいね。俺がじゃあアピールしてくるわ。おい、こんなところに小屋の光がいるぞ。誰だ、中身の人。誰なんだ、誰なんだ。あ、ごめん。ごめん、全然人集まらんわ。大丈夫？え、正面いることね。いる。結構激浪。やばい、危ね、耐えた。私耐えてない、ごめん。やばい、彼女、やばい、それワンちゃんやばいかも。ちょっと一回逃げて、うん、後ろが来てる。いけ、ナイス。危ねー。あんた、やんじゃん。やんじゃん、やんじゃん、いいわ、あんじゃん。買いかる、うん、買いかる。うん、これあげるよ、はい。マジ、ありがとう。もう回復したんだけど。は、えぐくない？えぐくない？ないよ。ちょ、だって、いや、だって、くれる言うとくない？え、返してほしい。ナス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 。返してほしいんですかって。知らないし。え、返してほしいんだったら、返してほしいなりの、あの、頼み方があるでしょっていう。え、私着弾しないから。うん。言ったな、お前。え、知らんぞ、俺も絶対蘇生せんぞ、お前死んでも。それはやべえよ。もう、今日、それはやべえよ。いやでも俺優しいから逃げるよ。ヘイガール、いいか、これさっき私が落としたやつなんや。ちょー、タイミング同じないよ。協力パワーやばいね。あ、でも激ロ、結構激。え、ほんまに、え、どこに行く、あいつ、あ、え、最近、あれハマってる。なったっけ、あ、はいはいはい。なんかあれ、ハマるくない、わかんわ。でもわかる。なんか、あれだっけ、あれ、ちょっと待って、一回ちょっと隠れさせていただきたい。すいません、ちょっと、よし、オッケー、耐えた。ちなみにね、なんかね、それで言うなら、乃木坂さんね、またね、コラボ来るらしいんすよね。前のやつ？え、そう、前一回、そう、前回なんかコンサートした時、あれがすごい好評だったらしくてね、もう、そうなんです。え、嬉しい、嬉しい。もうなんかね、私コンサート入れなかったんよね、なんか。あ、入れなかったの？そう。それは、やってるわ。それはやってる。そうね、え、だからなんか、人数制限あったのね、あれ多分。あ、そうなの？え、知らんかった、俺。うん。普通に。なんか入れなかった、いっぱいなってて。うん。あ、そうなんだ。え、嬉しい。え、じゃあまた、でも今度は入れるんじゃないかな、ちゃんとなんか人数制限とかもわかんないけど、そこら辺は。俺普通に入れて見れてたからさ、うん。え、見れる見れる、見たい見たい。あるかな、インフルエンサー。あるんじゃない、かのちゃんね、見てみたいって言ってるからね。うん。ちょっと、私、荒野の降臨なんで、持ってるんすよ、動画。まぁ、あるの？見たい。まぁね、ちなみになんですけどね。まぁ、ちょっとこちらの動画を見てください。こちらの動画。え、待って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 。待って待って待って、これわかるよ。インフルエンサーだよ、これ。そう、これインフルエンサーで。そうだ、この、かのんちゃんがさっき言ってた、ブンブンブンも、いや、あ、でも。あるんだ。え、あるんだ。え、待って、なんか歌詞にさ、うん。合わせて出てこない？なんか。え、なにこれ、なにこれ。あ、そうだね。歌詞に合わせてね、なんか空からね、惑星がね、出てくるんよね。でね、ちょっと次のやつも見てもらいたいんだけど、次のやつが、こんな感じのやつでね。まあ、今、著作権関係で音楽は出てないんだけど、うん、曲に合わせてね、音ゲーみたいにタップできるらしいんよね。すごくないそれ。だから普通に荒野コード、そう、荒野コードやりながら、なんか音ゲーみたいな感じでも楽しむことができるよっていう。え、いいよね。音ゲー上手い人って荒野上手いよね。あ、それある。え、マジで本当に、これマジだよね。なんかね、やっぱね、俺タップのスピードによって変わってくると思うんだよね、うん、それに関しては。え、あると思う。マジで。他にもあるよ。いいね、すごいね。そう、他にもあるんだけど、こちらも、もう音楽は流せないんですよ。もう全部音楽流せないよね。うん。多分動画見てもらったらわかるんですけど、会場内で、まあ、空高く飛び上がることができると。うん、でね、まあ、他にもあって、それが、もう一つがこっちなんだけど、うん、なんかね、まあ、本当のコンサートみたいな感じで、なんか実際あれコンサートとか起きた時とかもさ、なんか会場内ぐるぐる回ったりするやつがあったりするじゃん。俺あんまコンサート行かないからわかんないんだけど、うん、よく俺なんか映像とかで見たりしたことあるよね。
ある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 、あれがあるの。え、そう、なんか5人のそのなんかメンバーが車を運転してなんか会場を回ったりとか。ほんとだ、え、ほんとだ、え、すごくない？ほんとのライブみたいな。え、これが真ん中で見れるってこと？あ、多分そういうことだと思う。え、めっちゃいいね、これ。え、なんか他にもね、まだまだあってね。え、まだある、まだある、またこれ最後なんですけど、まだまだある。おう、曲に合わせたりとかして点灯が出ますって、うん、まあ、なんかあの出てくるらしいね、曲に合わせて。すごい。え、え、いや、え、もうできるの？え、もうできるっていうか、なんか勝手になんかそのライブのその多分ボルテージとかに合わせて多分出たりするんじゃないのかな。まあまだ見たことない人たちがいたらね、まあ次もなんかやってるらしいからね。ね、バレンタイン仕様のなんか舞台ステージ出たいんだけど。なんかいる。ちょっと待って、こいつやないでか。オッケーオッケーオッケー、やって、出て、出て。ナイス。ね、なんかね、2月ね、そのなんか2月なんでバレンタイン仕様のなんか舞台ステージも出るらしくて、なんか桜が出て花びらが散ったりとか、うん、あとはなんか乃木坂46の風船が出たり、会場内に水が湧いてるのでプレイヤーはそのなんか水の中で泳いだりできるとか、とかなんかお城上のなんかそのお城仕様のステージも出たりとか、なんかあとはね、なんか2人で乗れる乃木坂46の仕様のそのなんかパラシュートとかもなんか出たりするらしい。え、乗りたい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 。そうで、これはなんか最初か最後か中盤かわかんないんだけど、どっかのタイミングでなんか19名のそのなんか選抜メンバーにより新しいなんか演出があるらしい。まあどこのタイミングかわかんないですけどね。え、めちゃくちゃレアじゃないそれ。え、多分レアだと思う。多分だから荒野行動のこのライブを見てる人しか見れない多分演出があると思うんで、うん、まあ乃木坂ね、本当にめちゃめちゃ好きな人からしたら多分マジで、え、めっちゃ嬉しいよね。逃したら多分ダメだと思う。これもう一ファンとしたらこれ絶対逃しちゃダメだと思う。みんな、うん、ダメだね。これは見ないとダメだね。絶対見ないとダメよ、これ。だって俺、アイドル押すの久しぶりだもん。アイドルのそのなんかコンサートとか見るもん。でもね、コンサートはね、やっぱ見た方がいい。うん、なんかね、俺もね、あんま見ないんだけど、昔見てた時、やっぱ楽しかったもん。すげえよ。え、見に行く、かのんちゃんとかよく。見ないあんまり。行かない、行かないね、マジで。行かないでしょ。あれね、行った人でしか多分分かんないと思う、うん、そのコンサートの良さとかって。それはね、多分あると思うわ、良さが。で、それが今、ゲームの中で見れるっていう話だから、まあ今のさ、このご時世結構まあ難しいじゃん、いろいろと。うん。え、だからそれが、わざわざそのなんかゲームの中でやってもらえるってだけでもありがたいし、ゲームの中で見れるってもうすげえ時代だね、マジで。うん。待って、あれは普通に一般ピーポーかもしれない。あ、ごめん、一般ピーポーだ、普通に。そうね。嘘。やっちゃっていいっすか？あ。やっちゃいましたね。もうやっちゃいました。もう多分。でも、終わりましたね。これ多分もうマジでここら辺にいる多分敵一枚やって、多分マジで終わりよ、これもう。じゃそれかワンチャン違いで死ぬっていう。あ、いる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 。待って、なんか人間っぽい、待って、こいつ人間っぽい。あ、待って、あ、ごめん、あ、けーじゃん。マジで普通に最後見てたんだけど、頑張っちゃうんだけど。